猫、いや犬か。めっちゃ怒られてる。入れる。武器屋か、入ってみよう。武器は欲しいよ、武器は。万引き簡単にできそう。いろんなもんガサガサ持って出て行ってもこいつすぐ出てこれへんよな。ろくなもんないな。ダウンロード特典の装備の方がよっぽどいい。クリーク、あ、これか。え、でも山王町、え、俺どこ、ここか。これかな。でもなんかいろいろあるからな。あ、いらっしゃい、いらっしゃい。福引き券やんな。よし、無事しちゃえ。とにかくなんか店があったらなんか食うといた方がいいな。ぜんざい、いい味だ。よし。え？ん？え？んなことないよ。めっちゃまずかったよ。ねえ、なんなん？俺のこと好きな？なんなん？なてまっさかい、見てってや。早いもん勝ちやで。いらっしゃい、いらっしゃい。寄ってってや。早いもん勝ちやで。かわいいかよ。いらっしゃい、いらっしゃい。全然逃げへん。めっちゃ燃えてる。拝んどきましょう。ツボ。あ、誰もおらんと思った。おる。開いてないか。なんか動物めっちゃおるな。あ、なんやここ。猫カフェかな。一切の家具がない。あー、なんか揉めてる。断ったらどうなるんかわかるやろ。そんな、お願いします、行かせてください。どうした、嘘ついとんちゃうで。どうせ暇なんやろ。ほんまです、弟が大きな怪我して、早いかな、手遅れになるかもしれへんって。知らんわそんな、別に後でやろ。すごいな。早呼びに行かんと。黙れや、さっさと今回。いやいや、やめてください。いやってなんやねん。すごいな、フルボイスで。止めましょう、てか切ろう。す
すぐ殺すとか言うねんな。っていうかこっちも道を塞ぐなっていう物言い。はい起きて、はい起きて、はい起きて。ゲージどうやって貯めたんやろな。挑発がないもんな。そのうち覚えるんかな、挑発。ゲージ貯めて切るやつ。見逃してくれ。あの娘どこ行ってん。俺のこと好きになれや。なんやねん、助けるんじゃなかったわ。俺のこと好きにならへんやったら助けんでよかったわ。よいしょ。ここまでとは。わしはゴミや。せや、お前らはゴミや。柔らかいゴミや。ここが通れへんのよな。だからこう回ってこなかった。もうすぐチンピラがすごいな。道を塞ぐな。まあまあ弱くて助かるわ。おい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 。ごめんなさい、反省してます。反省してんねやったらええわ。もうやめときや。なや、鍛冶屋。お、武器強化できる。失礼やな。失礼ながらお持ちの刀随分と手入れされていないようですが。もうそんなこと言われたのが悔しくて、もうほらあの握り拳ですよ。はあ、生蔵を腰にぶら下げてどうにかなるほど新選組は甘くございませんよ。なんで分かってんのこいつ。何ああそういうこと。大変やな、こんな声かけていかなあかん。中に入れるだけ入れて案内してくれへんの、さっきのやつ。素材屋。あ、100回話しかけの達成した。銃も鍛えられんの。
強化ができます。はい、ベース素材費用、はい、鍛錬で、能力上げて格を上げると鍛錬上限上昇。え、合成？同じ種別の武具を使用？武具の持つ能力を別の武具に付与。マジか。しかも鍛冶屋自体も成長する。あんな偉そうな口ぶりやったのにまだ未熟なんこいつら。妖刀の類は作らん。あー、なるほど。はあはあはあ。武具強化の仕上げの最後の一打は持ち主本人。なんじゃそれ。最終的な、最終的になんか文句があっても最後にやったんお客さんですからっていうスタンスやん。うまいことやってんな、この店。くれるんかい、ええやつか。めっちゃ得つんだ。呼び込みの話聞いて中入ってきただけでめっちゃ得詰めた。これな、鍛えることで有用な一本になるっていう。これにこの火とか溜まりやすいとかを合成でつけれるってことかな。全然素材がない。鍛えたくても。合成。うわー、はい、マジか。ヒートが溜まりやすいやつつけれる。つけちゃおっかな。今んとこ攻撃力低いしな。もうさっさとやってしまうか、これじゃあ。7500も。重複した印はいい色の方だけ残す。え、どういうこと？いい色って何？え、何、失敗とかすんの？失敗とか言われたら嫌やわ。作成は？あ、っていうか作れるんや、これ。へえ。ダメージ耐性上昇。弾丸、でも弾丸はいらんな。まあでもとりあえず、じゃあ作れるんだったらやってみようや。おお。ああこういうこと。え、むずっ。はい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 。どうや。え、これもっと、もっとこれ。
ちょっとこれってテンポよくカン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 やらなあかんの。ちゃうよな、スピードは速なってるもんな。はい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 、うまい。おおおお、丸なった。ファン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 、はいはい。え、ミスってんの？嘘？ど真ん中で押してるはずやねんけど。パッ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 。特殊能力が3つまでつけれるってことか。映画な。やったね。そうかそうか、防具も強化できるんや。あ、銃もか、そうか。え、じゃあこのアーマーブレーカーに連射速度上昇もつけるってこと？あ、違うわ。そうかそうか、格上げせなあかんねや。スロットがないんや。特殊スロットが。そういうことか。うわー、全然素材ないわ。金属の粉か。闘技場の商品がそんなんやったな。え、何？格上げの話。格上げ前の攻撃力防御力上限を超えるまでは1段階前の素材で鍛錬を行うことができます。なるべく鍛錬してから格上げした方がいいってことかな。そうかそうか、粉はここで買えるんか。優しいな優しいな、怒られへん棟梁に。はあ、適当やろ、もうこの辺の値段の付け方。なるほどね。よし。あ、そう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 、設定でこのムービー中にこれな、これな、ムービー中っていうかイベント中、実際に自分が装備してる武器を表示するかっていうやつ。これするでしょ。あ、じゃあ、お前じゃない、お前じゃない、お前じゃない。じゃあ、これが灰色の、あ、灰色は売ってなかったな。アーマーブレーカーは、ああ、なるほど。いける。粉、青緑の粉4つ買えばええんか。買おう。よし。闘技場、知ってる知ってる。
商品が結構いい。あ、この買い物でも得がたまるからええな。強化でアーマーブレーカー、攻撃力だいぶ上がる。上げていきましょう。わあ、何これもう。銀スタートだよ、なるな。銀ってなってるから、金、どう？よっしゃい。これ何、金強化って結局どういうこと？あ、上限が90なんぼなんか。最大攻撃力が94で、あ、なるほどなるほど、金で成功させたから上昇量が多かったってことか。あ、そういうことか。うわ、大事やな。鍛冶屋レベル上がった。めっちゃ最後の一手間俺にやらすのめっちゃ大事やん。こいつら何考えてんねん。最後までやれや、お前らが。プロの仕事見せろや。いや、お客さん惜しいですわ。素材もお金も全部いただいた上で今のどうでしたって言われるってことやろ。また揉めてるやん。何これ。5人の中に犯人がいる。そいつが誰かは分かる。もうそういうの一番得意。全員切ればええだけやし。お、5人組ってやつなんだけど、あー、なんかあったらしいな昔は。連帯責任っていうか、なんか助け合うみたいな。はあ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 、掃除を手伝ってもらってた。忌まわしい試験が何。階層入ります。大切な大福かこの顔口の周りに粉ついてるやつおるやろ。ベタなとこで言ったら、大福を食ってる2人の男がいた。2人か。じゃあもうズバズバ切ってったらさ、3人切ればまあどっちか1人は、うん、ってことやな。5の中の2の嘘。2人が嘘をついてるんや。俺が別に大福買ってきてやるけどな。今って言ったやつは犯人じゃなさそうやけど、後ろのやつの目力がえげつない。いいでしょう。東原、
西山、中川、南野、北島。話は？犯人の一人は北島です、北島が大福を持ってるとこを見た。間違いない。まあ順番に聞いていこう。東原と南に二人のうち一人は犯人。東原と南は何のが犯人、西山は犯人じゃない。犯人何やこいつ、気持ち悪い喋り方。一人は西山、肝に粉がついてるのを見た。北島は中川、南の2人のうちどちらか一方が犯人。全然分からへんわもう神とペンがいる。全然分からん。もうで、なんか書くやつないかな。まあティッシュの箱でいいか。東は全部書こう。東は犯人を北谷と言ってる。で西は東南どっちか。東南どちらかが犯人。はい。中川、中川は南で、ああこのボールペンインクの出が悪い。西山は違う。西山は 無実やと言ってる。で一人は西山、で北島は面白いですねって言ってくるやつな。え、何やこのボールペン。大きくガーってやったらインク出るけど、小さく文字書こうとしたら出えへん。中川、南のどっちか。出えへんようになった。マジか、こんな時に。もう一本あるわ。あ、これも出えへんおいティッシュの箱のへこみを文字として認識せなあかんわ。中川、南どちらか。
で2人が嘘をついてるんやな。東が北やと言って西は東と南どちらか、中は南と言ってて、これ全然分からへん。かく乱しようとしてるやつが2人おるってことやんな。犯人じゃないっていうことを言ってるやつが 中川やねんな。中川は南が犯人で西は違うって言ってるね。西は違うって言ってるこいつが本当だとするならば、じゃあ西のことを犯人やと言ってるやつは嘘ついてることになるから、西が犯人やと、じゃあ南が犯人やとするならば、南は西って言ってるな。でも西は違うって言ってる。で、みんな、はぁ、あ、はぁ、あ、なんか西はもう、じゃあ南はもう嘘ついてる感じするよな。なんかもう、だってもうこいつは大福食いそうな顔しとるもん。な、中川の話を信じるんやったら南は犯人や。そしてそうやな。で西と北が東南どちらか、中と南どちらかって言ってるから、で中が本当のこと言ってるんやったら、何これ、ちょっと待って、嘘ついてるやつが2人やとしたら他の3人は本当のこと言ってないとおかしいやな。だから犯人を先に決めるんや。だから犯人を、じゃあ南が犯人1人目やとして、そしてもう1人、ああもう南絶対犯人やわ、こんなん。南は絶対犯人やわ。西も東と南どちらかって言ってるし、北も中と南どちらかって言ってるから、南は犯人や。そしてどちらかって言ってるから、東と南どちらかって言ってるから東は違う、中と南どちらかって言ってるから中も違う、そして中は南が犯人で、西は違うって言ってるから、これも西を信じる。そうすると、あれ違う、南が嘘ついてる、北も嘘ついてるとすると、北も嘘ついてるとすると、中と南どちらか、これほんまやん。あれ今結構近いと思うんだけどな、ちょっと待てよ。東と南どちらか、中と南、あ、そうか。南が犯人やったら嘘か。あ、そうかそうか。嘘ついてる。ん？じゃあ嘘ついてるってことは西は犯人じゃないってことだ。ちょっと待てよ。南は確定やと思うねんけどな。あれでもちゃうな。次。クソ、ボールペンのインクが出えへん。
東と南と白か中と、じゃあじゃあ今度は中を犯人やと仮定すると中は南が犯人で西は違うって言ってる。これを南は大丈夫で西がダメとすると、お南は西が犯人やって言ってる、中は西は犯人じゃないって言ってる。怪しいぞ。だから西犯人説が本当だとすると、東南どちらかが犯人だって言ってる西、これ両方嘘となる。でも西と中が犯人なんやったら、東は北が犯人って言ってるから矛盾するな。めっちゃ時間かかるわこれこれめっちゃ難しいわだから西中両方犯人説は嘘って違うってことだな。もうめっちゃ時間かかるわこれ。一人だけのパターンはよくあるけどね、こういうやつ。二人はきついな。とりあえず東犯人にして考えると、北が犯人っていうのは嘘やから、北は本当のこと言ってますってことになる。北は中と南どちらかが犯人やって言ってる。中と、マジで分からへん、分からへん。分かった、分からへん。話しかけるカウントがガンガン上がってるわ。もうええ、答え教えて答え教えて、もう今時間かけたらわかるけど、今時間かけたくないから答え教えて。答え教えても、東と南なんや。ちょっと待って、東と南でちょっと もう一回考えよう。南は西を犯人やと言ってる、これが嘘ってことは、嘘西山のメモが違う、マジでめっちゃダメやんそれ。東と南どちらかは犯人、いや合ってる合ってる、東と南どちらかは犯人、目も合ってるよ。あ、少なくとも、あ、ほんまや、少なくとも一人って言ってる。あ、どちらかって思ってたからあかんのか、そういうことか。それを踏まえて、答え合わせはするよ。じゃあ西は本当のこと言ってる、東南、少なくとも片方は犯人だと言ってる、これが本当とすると、まあ南は犯人と仮定してるから、として、で東は北を犯人やと言ってる、で北は中と南どちらかはって言ってる、どちらかは犯人だっていうのがまあ本当だと仮定すると、南が含まれてるから
これ本当だと仮定すると、中は犯人じゃないってことになって、な、わからんな、もう東と南や。東と南や。お前や、兄はお前やってみんなが言うてる。お前だ口動かしてないで、俺がズビーって指さしてんのに大福食われたやつ全然見てない。お前は元から怪しかったわ。2回目やからこれは見てるやろ。お前だ。見てないわあいつ。あいつ見てないし、なんやったら桐生さんもこいつのこと見てないわ。よし、うん、二人合わせると東と南で盗難になるっていうコメント、説得力ありあり、間違いない。犯人はお前だなんで何回言うねそれ。おい、どうや、ああよかった。正直か。これはもう3人でボコボコにする感じやろ。お前らのせいでお前配信が何分滞ったと思ってんねん。この雰囲気やめろ、音楽止めろそんなええねん、止めろ。やめろ、大福だけのことや。うるさい、全員切る。母じゃないから、いや母じゃないからさ、いや、おう、お前何してんねん、おう、何くれてんねん、ほんで、神殺しって。めっちゃ難しかった。龍が如く今までやってきた中で一番難しかった。実際解けてないから将棋か、将棋はええわ。あ、揉めてる、揉めてるけどちょっと待って、あ、まださらに先か。もうチンピラおるわ。チンピラに絡まれませんように、安心して通りを歩けますように。よし、おお、あ、
クリーク先生。頑張れクリーク。あ？うん。そんな話伝わるかな。狭これ西洋の武器ですね。よいしょ。これ日本の武器ですね。このように東洋と西洋力を合わせることにより、より良い暮らしが実現するのです。分かっていただけますか。どちらかだけでいいということはないのです。さこら。く。なんか左端が悪いえなりくんやねんけど。悪いえなりくんおるな。革命上位の排除対象に加えさせてもらう。まつげ長。でこ狭いけどまつげ長。教えてます。うん、遅れてるとか言わん方がええんちゃう。クリークさん、なんかあれでカッカッと来ているとこあるから、あいつら、まあ俺はまあデコ狭いとか言ってもだけど、よし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 、返せよ。まだ先行くんやな。
なんかすごい、なんやこの音、ゴゴゴゴゴゴって。あ、これか。うおー、なんやこれ。なんや、なんやこのからくり屋敷。ちょっと待って、ただもう徳がいっぱい溜まってるから、あの徳取得量アップが欲しい。先行こう。ああーもう、お前、おい、逃げよう。よし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 。ああ、ごめんごめんごめん、嘘嘘嘘嘘嘘。殺すぞって言ってる。ちょっと待って、ちょっと待って。殺さんといて。この先やな。チンピラばっかりやな。あの人たちは大、ああ、びっくりした。ん？恵比寿さんは見ませんでした。競艇場行ってるやろ、恵比寿さんは。いや。黒エビスっていうただの詐欺師。はい。お年寄りばっかりを狙った悪質な詐欺師。それは悪い。ええ、うん、ビールっぽいよな。エビス様の格好をしてるから獅子ババたちはすぐ騙される。30両も騙し取られてた。へえ。いや、もうエビスさんとかさ、エベスさんとかさ、天狗とかさ、キツネ面のやつらとかさ、なんなんもうこの辺。もうもうなんやこいつら。欲しいの？はあ。お、なんや。小綺麗な侍。あ、もしかして立ち筋が綺麗なやつかな。顔ブス。そうでもないけど。いや、ごめんごめん。服装に対して、服装と釣り合ってないなと思ってごめん。ん？そこまで汚くなかったけど、服装が綺麗すぎたから。京本政樹みたいな服着てるから、京本クラスの顔じゃないとあかんと思って、ごめん。ハードルが上がっちゃって。紫とか似合うのも京本政樹とかじゃないとあかんから。あ、拙者の道場の前で無粋な真似は許さん。やっぱり。え？え、今の絵って誰？お前？へえ、名前だけでか。よっぽどなもんやな。やるやんけ、お前。お前。首寒いの？ムチ打ち？ムチ打ち？ムチ打ちなってんの首？
大丈夫。遠くにめっちゃ子供おる。はあ、弟子たちに日々教えられてばかり。ええやつ。器でかい。技が覚えられそうの前に、この先に、あ、井戸や。お、すごい絵もあった。よし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 、さっき拝もう。徳交換。徳の取得率上昇、これですよ、まずね。これは絶対いる。うわ、第2段階とかある。いや、第1段階って書いてあったから、そうやろうなとは思ったけど。さらに第2段階を目指すか。ダッシュ。いや、もう、結局、やっぱ、まずはもう取得ですよ、やっぱ。うん。とにかく。お、光ってる。もう、ダッシュはもう我慢したらいいから。よし。行くしかない。ストーリーなんか進むわけない。なんか綺麗なぁ。